で、ここが鏡なので、ここにあると。OK。おーい。過去を知ってるってすごいね。ね。この人、こっち。うん。なんか、ここ割れなかったっけ？人形が入ってた。おー。オーブ！これ、本だったぞ、前、ここにあんの。解体新書が置いてあったはず。なんか違う感じ。終わった？昔の僕のようだ、興味本位で殺したんだろう。やはり血は争えないということか。昔の僕。やっぱあの、過去の階層の。やっぱりお父さん、お父さんか？お父さんか？これスノーボールっぽいですね。うん、いたいたいた。あ、あやちゃん、これ子供の時代はさ、もうここ見てさ、え、スノーボールってなってさ、2回目さ、こうやって選ぼうとするとさ、もう見たくないってあったんだよ。成長したなって感じ。無反応。うん。で、これ、ここ。あ、そうそう、この人、この人。ああ。許さないぞ。いたわ、これ。こういうの誰なんだろうな。この人誰なのかわかんないんだよな。結構実際何だったかわかんない人何人かいるよね。そうそう、お父さんじゃないだろうな。え？そら、あのおじいちゃんも何なんだろうなと思ってる。ああ。髪切れ変わらん。この部屋も特に。はいよね。あ、この人まだ生きてる。前死んでたはずだが。ピラッとなってなかったっけ。老人は満足げな表情を浮かべている。やっぱなんかちょこちょこ変わってるな。変わってんね。うん。これ、あら、鍵か。あ、これはね、確かね。覚えてるのか。あ、はい。鍵を。あれ。危ない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 。詰まったかって思っちゃった。ここに鍵使う。あれ。で、OK。ジェム、サンキュー。もう3つじゃん、あと。そうね、もう集ま…あ、ここに人形いたのにいなくなってる。めちゃめちゃ覚えてんな。これじゃチェーンソーでやれたりしないのかな。セーブしてからいやいや、セーブしないってあれじゃないですか。あ、ダメだ、無敵。よかったー。無敵のおじいさん。ブシューって行くと思っちゃった。ねえ、怖かったわ、ちょっと。あ、ここね。はい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 。おーい。あ、確か監視がどっかにあったはず。監視。あった、そういえば。どこだっけなぁ。流しの中とかにはない。いや、違う。あ、ひょっとして鍵拾っちゃう？あ、今のあやちゃんあれか。なくても拾えるんだ。なくても拾えちゃう感じ。これが大きくなるということですか。うわっ！ぶねー。もう座りかけたわ今。怖かった。このおじいさん怖い。で、鍵を。
そう。開いたぞ。開くぞ。で、この奥に行きますと。ここ動いちゃダメよ、みたいな。こうなりまーすって感じ。わかりました。よし。これ中なんか入ってたっけな。あ、ないわ。うん。さすが大人あやちゃん。ね。あららら、やば。で、ここは開けちゃいけなくて、ほいほいほいここね。あ、うん、あったあった、これはあった。ありましたよね。うん、で、ここで、OK。Thank you。アンドレバー。うん。なんてスムーズなのかしら。いや、覚えてるって強いね。怖いぐらいですよ、これ。ねえ。ジムの数は何個だ ?17 個。ここじゃない?多分全部だな、この時点で。ねえ。おお、割れた割れた割れた。割れるとは。いけるいける。ハンドレバーセットするぜ。よし、スイッチオン。さあ、行くわよ。最初、ここまで収録3回分くらいできてるかなと、ね。お、何あれ。あれ、お母さんじゃん?お母さんと、あなただけが頼りなの。あの子のこと守ってあげて。あなたに幸運があらんことを。いや、やっぱお母さんいい人だよ。いやー、どうだろうなー。俺はちょっとお母さん信じたいね。おいでよ、これソーセージ焼いてあげるやつ。あ、お腹空いた子ね。いたねー。で、生は嫌なんだよ。焼いてあげなきゃ。焼いてあげなきゃいけない。もしかしたら生のままがいいとか言い出すかもしれない。なんかね、変わってたら嫌だなってしちゃう。変わってそうだよな、なんかな。そう。僕焼いたのは嫌なんだ。ってなる。そう。おー、オッケー。おー、食べてる。うん。うん。で、ナプキンね。おー、ありがとうね。ここは一緒だったね、ほぼ、うん、ここでイベント起きるはずなんだけど。ほら、来た、なんか来た。お、うん、これね、途中、確かね、昔はね、最初捕まって、なんか連れてかれた気がする。あ、上まで?上というか、うん、うん、なんか今どいてるの、なんか戻された気がするんだよね、ここ。あれ、あ、お、やぶやぶ、あー、これあった、これあった。オッケー。うん、あ、どうも。少し片付けておきましたよ。ありがとうございます。ギミックルーム、これは変わらんね。で、これでオッケー。これ違う感じするけど、左の子と、なんか、背格好が違う感じだからいいのかな。違うからダメだよ、みたいな。あ、おお、え、これはないやつだな。知らない、知らない、これ。知らないやつだな。うん、混ぜてくるね。来るね。あ、ここ覚えてる。ここだよ。僕は生まれた、お母さんに寄せて僕は眠っている。で、これがお父さんなのかっていう話。なんか雰囲気お父さんっぽいよね。うん、
え、これね。着替えをタンスに隠した。で、タンスに入れて。まあ変わらんね、ここは。包丁を持たせて。で、ナプキンで。バサンキッしてあげる。うん。うん。で、これが、これはここで、この子をやるしかない。うん、うん、おやっぱお父さんかな。僕って言ってるからね。それがでも全部ミスリードで、実はお母さんの可能性。うん、おー笑っとる。今笑った。お母さんがお父さんだったのかな。前は笑わなかったのに、あの顔。結構さ、細かいとこ覚えてるよね、ちゃんと。先生。あ、こっちが。おお。おお、びっくりした。私の体良くなるかな。びっくりした、びっくりした、びっくりした。ここも違うな、やっぱり前と。なるよ。私ね、夢があるの。先生みたいなお医者様になりたい。ん？これはあれじゃない？あやちゃんがさ、実際に見た患者さんの幽霊じゃない？俺らがあやちゃんをマッドサイエンティスト、マッドだと思ってるとして、あやちゃんやってしもうたんか。先生みたいなお医者様になりたいみたいな。病気に苦しむ人たちを助けてあげたいの。私になれるかな。ねえ先生。なんだ、やだ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 、ちょっと待って。ああ、うん、私もっと行きたい。おっ、おやおや、お母さんの構成がなくなって、そう、これ取られたんだよな、誰かに。そう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 、あんたのことも今でもちゃんと覚えてるよ。何これ、知らないやつだぞ。あの子の引き出しから猫の亡骸を見つけた。洋服ダンスに隠す行動はまさに昔の僕にそっくりだ。このままではあの子も僕と同じ道を歩むだろう。彼女がそうなることを望んでいるようだ。だが僕は絶対にそうはさせない。たとえ彼女の望みであろうと、あの子は僕の特別な宝物を汚させなるものか。やはりああするしか道はない。彼女はきっと許さないだろう。だが僕は決めて、あの子は僕と同じ過ちを犯すことないよう。うん、お父さんはお母さんの好きにさせないために、あやちゃんを人形にしようとしたんじゃない、もしかして。大きくなったらお母さんみたいがなんかやっちゃうから。ここの彼女ってのはお母さんってことだよね。お母さんがそう、お父さんみたいになることを望んでて、そうであろうと、うん、ここの彼女は多分全部お母さんだろうね。ね、彼女がそうなることを望んでいいよ。だってのは多分あやちゃんのことじゃなくてお母さんのことで、うん、それが何、チェーンソー振り回して人形にすること。そうよ、それもそれで。それは大きくなって成長してしまったら自分のようになってしまうから、これだけはダメだって言って、そう、もうお人形のまま時を止めてしまいましょうみたいになったんじゃない。だ、お父さんのあれはやっぱね、愛情だったのよ。愛情で殺すんですか、子供を。チェーンソーをブーンしてたけど、言い過ぎじゃね、己みたいになっちゃうんだったらそっちの方が不幸だよ、だから殺すよみたいになったんじゃない。これマットだな。そう考えるとやっぱお父さんはいい人に感じてくるな。そうかな。やばいな。子供だぞ。すぐ、だって俺すぐ騙されそうだな。あの子は僕の特別な宝物って書いたんだからさ、そんなこう、うん、なるかな。やっぱね、一定のところを過ぎると愛情もね、そうなるんじゃない。と、小島さんが申しておりますが、さすがにそれは行き過ぎだと思うんだよな。まあ実際俺ら狙われたからね。80人くらいはそう言うんじゃない。まあそういうなんか適当な数字言ってるからさ、お前さ。
何のソースも根拠もない80人ぐらいはそう言うんじゃないとか、ね、まあ、とりあえずお母さんへの疑惑は深まりましたよと。そうね、うん、俺追われまくってね、チェーンソーでねやられそうになったら間違いないからね。そうなんだよな、そこはな、そこがな。お父さんがどんだけ私のこと思ってたとしても、なんか私お父さんに殺されそうになったよみたいな、そこの事実は揺るがないんだよな、ね。ここはギリギリいけるんだ。オッケーオッケーオッケー。今ならさ、大人の力でなんかネズミ全部踏み潰したりとかできんのかな。いや、それは無理だろ。それは無理か。まあでも、あやちゃんネズミぐらいはなんとも思ってなそうだけどね。ねえ。あ、なんかいる。あれ、こんなのいたっけ。なるほど、だからお母さんの香水つけるとネズミ逃げちゃったんじゃない。あ、そういうこと。うわ、お母さんで殺されるみたいな。いや、待って普通にただあの匂いが嫌いとかじゃなくて、だってもう天敵みたいな、あの香水がやばいぞみたいな、あいつ来たぞみたいになってる、うん、あー、そうかもしれない。いやー、せめて両親片っぽは普通でいてほしいな。ねえ、かわいそうにあの人にやられたのね。あなたはまだこちらの世界に来てはいけない。私が自由にしてあげる。 目を取られたとか、これお母さんの言う自由がどういう意味なのかがわからないね。やってきましたね。これはこれでいい。よし、収まった。いるよ。いるよ。いなかった。中覗いたらまたいいのかな。ああ、よかった、いなかった。あ、もう出てこないね。いい子、いい子。ここにあの女の子いたはずなんだけどな。いないね。香水隠した子いたよね。あ、いたよね、そうそう。人殺し。せやで。よし、行こう。よしよし。さあさあさあ、死にたくないやつは道を開けな。よーし。この方は？これもいた？うん、おっ、あ、ここね。あったあったあった。ありましたね。ここ開かないんだよな。閉まっちゃった。おお、ドレビスケの恥さらし。これ何なんだろうな。ドレビスケってこのあやちゃんちだよね、確か。そう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 。あれ、お母さんなの？結構来るんだよ、確か。いやー、オッケー、結構怖かったわ。初見怖かったよね。うん、だから寝るんじゃなかったかな、これ。眠ってみよう。オッケー。あったあった。お、ちょっと取りすぎ。ちょっと一回じらします。はい、はい、じゃあ行くよ。はい、はい。ありましたね、これね。地下行くやつね。そう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 。除草剤、除草剤を撒いて撒いて、あのロゴみたいな、なんかで、こいつ追っかけていくんだよ。起きてきて。で、これを、あ、うん、これで OK。
いいね、いいね、いいね。で、こう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 。おー、しゃ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 。すげえ。同じ喋り方じゃん。この回、頭の回転好きなんだよな。くるくるくるって。美しい回転。おー、いたねー。あ、もう何も言わずに人形手に入れたよ。あ、あ、あ、あ。あ、あの子。人形勝負しないと進めないんだよな。小さい時のはなんかこの子に結構意地悪されたりしてたけどね。そうだね。あら、この子も結構優しい 子ってことは確か分かったはず。そうそうそう、なんかお姉ちゃんみたいな感じで。そうそうそう。で、猫の死骸ね。おい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 、あれも実はあやちゃんが殺してたのかな。あー、ここあったね、見つかるに進む。これちょっと普通に初見でいけてたよね。おっぱしましたよ、初見で。ね、早っ。で、ここ入って。で、ここはね、これ出てくる。どうぞどうぞどうぞ。ここ相当びっくりしたわ。ごめん、ちょっと覚えてなかったから今結構びっくりした。びっくりしたでしょ。で、これは、下の方に行くと確かアイテムがあった。ジムだったかな。あ、それ取って。そうっす。よっ。あああこれどっから。あ、よかった。ノーセーブだからな、俺たち。ノーコンティニューがちょっと立たれてしまったな。こういうのはすまん。いや、いいよいいよ。ここちょっと難しいんだよな。早いんだよ、ここ。多分ね、俺が持ってる以上に、ボタンを押す方の体感は早そうだな、これ。あ、そもそも、ノーセーブでエンディング変わるとか、もうなんかなさそうだけどね。確かにね。あ、なんだこれ。あれ？こんなの見たことない。見たことねえな。あ、いやでもなんかメスかなんかはあったよね、どっかから拾うみたいな。うん、壊されてる。貝が上がってる。あったな、この犬。持てちゃうんだよね。あー、あ、お腹裂くやつだ。そうか。あー、いましたね、動きを封じ。なんかシャンデリア落とすんだったっけな。あー、そうそう。あー、あー、危ねー。あー、危ねー。危なかったな。なんか、これだ。そうそう、足かけて。そう、これ結構間違えちゃったんだよな。はぁ、俺の言う判断とちょっとイラついてるみたいに聞こえる。で、この土のうを置いて。はぁ、うるせえな感がすげえ。アメリカ人っぽく言っちゃった。ちょっとあれだよね、少し早めが良さそうだって言ってたよね。はっ、大きなシャンデリアだ。あ、これ押すのかな。あ、ブーンじゃなかった。あ、そうか。ああ、よかったよかった。よしよしよし、オッケーオッケー。通れて、ここは開いたんだっけな。開かない。開かないのか。いや、最後開いた気がする。おっとっと、なんかバンドラゴラ。ああ、あったあったあった、ありましたね。攻略をスキップしますか。あ、できんのこれ。
え？あ、そこ一回解いてるからか。そう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 。うん。ここね、結構苦しんだんだけどね。いいね、いいね。これでいいんだよ。中断して。で、パネルを持ってきて。で、犬がいるでしょ。パズルのピースを手に入れた。あ、犬は、まだ取れないので。あ、そっか、あれの機械で引っこ抜いて、黙らせればいいんだな。いや、でもパズルのピースが鍵なだあたり、やっぱ愛情ありそうだよね。誰が作ったんだろうね。ここはお父さん。お父さんだろうな、多分。ねえ。で、鍵を手に入れると。あれだなぁ、カットしづらいなぁ。常に新しい要素があるから。だろ。あ、骨。ありがとう。かわいい。大きくなると感想がちげんだなぁ。おぉ。かわいい。ここにもたくさんいた。割れてる割れてる。あの、生まれたんだ、そうだ。ん？これどうすんだっけ？ひょっとしてこれはこうだったかしら？最後は力技だよ。試さないで、試さないで。で、ここは開かねえんだよな。うん、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じだ、そんな感じだった、そんな感じだった。で、ここ、ぬいぐるみ行く場合に。あ、焼却炉の方か。うん。あ、まず骨もね、あの、戻んなきゃいけないんだよな。まあ、ここっすか。先ね、行けるしね。ここで人形を。どういう場所なんだよ、これね。確かに、ね。人形壊しちゃえばいいのよ。パパッと燃やしちゃえば、人形の中に入って、魂の鍵がパパッと消えて。初登場だからね、この子。このルート。そうだよね。この子にだってそそのかされてやるんだもんね、これ。そう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 。迷わず捨てろよ。いいね。大きくなると迷いもなくて。ね、あら。あれ、ね、お前さん。うん。おっ、笑いよった。怖い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 。まあ、多少なぞってるからゲーム感覚のところはあるな。まあそうね。ほんとあやちゃん無反応だな。ねえ。あれ？あ、やっぱりあの猫殺したのお前か。うわぁ。やっぱり猫殺したのあやちゃんか。かなりやばいぜ。私は争えないってそうだな。結構あのルートでやめときゃよかったのにって感じだなこれな。ですよね。ちょっとホラーゲーム特有のちょっと後味悪い終わり方にしときゃよかった。よし、全部見つけましたこれ。おー、よかった。